して自己紹介と今日の意気込みを一言ずつお伺いしていきましょう。まずはマモちゃん。皆さんこんにちは、木田正臣役の宮野守です。今日はみんなと楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、続いて。はい、皆さん、ジュラランはありがとうございます。今日は楽しみましょうね。イエーイ。花澤香菜です。よろしくお願いします。そして続いて。皆さん、うちの姫の無茶ぶりどうもありがとうございます。来てくださって、本当に会いたかったです。ありがとうございます。本当に上までちゃんと届けるつもりで頑張るので、最後まで、一緒に楽しい時間過ごせるのとっても楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、そしてはい、どうも皆さんこんばんは。ありがとうございます。折原泉の声をやらせていただいております、神谷博です。もう本当にね、今日が来るのをすごく楽しみにしておりました。最後までみんなで楽しんでください。よろしくお願いします。そしてお客さん、遊びましょう。それね、微妙に作品が違う。あ、ちょっと違うんだ。まあでも、みんなと一緒に楽しんでいきたいと思います。一緒に遊びましょう。よろしくお願いします。はい、そして私、MC を務めさせていただきます。龍神で味方役、豊永俊之でございます。今日は皆さんの熱気で雨吹き飛ばしちゃうぐらい盛り上がっちゃってください。よろしくお願いします。改めましてですね、デュラララの放送が終わってもう4ヶ月が経ちますね。なんで多分ここにこうしてデュラララメンバーが揃うのも結構久しぶりなんじゃないかなと。久しぶりですよね。うん、思うんですけど。そう、沢城さん、はい、デュラララのイベントで沢城さんって出られるのって初めてですか？あ、そうそうですよね。お邪魔しますね。いやすいませんね。実際どうでした？デュラララやられて。最初は本当に全然首のことしか考えてなかったから、なんかちっともね、現場にこんなに華やかな人たちがいるのになんか寂しいんですよね、誰とも絡んでないから。でも本当にラストに行くにつれて、本当にアンリが心配とか、もう本当にこの高校生チームのことが心配とか、この人大嫌いとか、死んだ大事とか、まあ今日は純くんいないですけど、なんかとってもみんなのことを大好きになったということは、多分それだけみんなに触れてるのが一番多かった人なのかなとは、結果的に思います。とっても一番人間らしかったですよね。てかね、セルティ普通なんだよね。すごい素敵だったよね。まあそんな、なんか積もる話も結構あると思うんですけど、こっからはですね、とあるコーナーを用意しておりますので、そちらで作品の方をもっと詳しく振り返っていきたいと思います。では早速参りましょう。デュラララバーズ生態調査特別編。皆様、身に覚えは？なんかやりましたね。書いたんですね。ああ、でも本当にそれぞれのやつを知らないから。そうなんですよね。そうなんで我々もここで初めてアンケート結果を見るので、一体どういう分布図になっているのかっていうのをちょっと楽しみにしていていただきたいと思います。はい、それではですね、まず最初の質問はこちら。デュラララに登場する職業の中でやってみたい職業は何ですか？そして、結果の方がこちら。
おい、ちょっと待ってくれ、なんかおかしくねえか、この数1、2、3、4、5、6、7、8。ね、これちょっと説明していきたいと思うんですけど、はい、一番多かったのが氷彫刻職人、はい、これ2票入ってるんですね。誰なんすか。で、これが、僕、豊永と、あと小野さんなんです。はい、あ、はい、はい、僕です。さっきからね、小野くんね、マイクを振ってね、うんとかはいとかね、相槌打ってんだけど、なんなの、お前。あー、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 いけ仲良くして、何してるんですか、仲良くして、何、喧嘩しないでください、本当に。楽しい、すぐ治った。この氷って実際に、あの、キャラは誰がやってるんですか、この氷職人。氷彫刻職人は、湯まはい、そうだね。そうそう。今崎豪華ですね。本編には出てこないんだけど、あんまりそのアニメの方には出てこないんだけど。そうですね、うん。はい。そして、チンピラに1票入ってるんですが、こちらは宮野さんが。はい。ももちゃんが入りました。多分、うん、僕の頭の片隅にホラダさんがいたんでしょうね。あ、憧れか。あ、こう、ホラダさんの存在が大きすぎて。あー、なるほど。プシャヒャヒャが。素敵すぎて、俺もプヒャヒャがやりたいと。そうですね、はい、なるほどね。では続いて取り立て屋、これに1票入ってるんですが、これはでも、いや、俺すぐ返す。